皆さん、こんにちは。大事です。今日もコーチングの現場からワンポイントです。 えー、今日使うケースはねあの最近のトレーニングで出てきた、えー、ケースで,でクライアントさんはねすごく、まあ、将来の大きな夢に向かってチャレンジしている人でまたね、えー、新しいなんか自分のこの能力をね開発するようなあのトレーニングに自分を参加させようとこう、まあ、しててでそれの時にね、まあ、将来の夢だとちょっとかするかかすらないかぐらいのね感じの、まあ、チャンスの話がこう降って湧いてきてでまあそっちもね、えー、やれると何か役に立つかもしれなくてでも両方ねこの えー、いっぺんにやると、まあ多分体力的にとか時間的にとかしんどいかな、でもやれるのも価値があるから、どうしようかなみたいなね。で、なんかすっきりさせたいなみたいな、まあこういう感じの相談だったわけです。で、まあコーチングやってる方は皆さんご存知だと思うけど、クライアントっていうのは、まあそれなりにいろいろ考えたり悩んだりしてから来るし、まあいろんな人にアドバイスとか言などかもらって決めきれないみたいなね、やっぱ時に来る。で、だからね、 ちょっと質問したぐらいで「あそうですね」ってならないことも多くって「あそれは考えました」とか「もうそれは」みたいなねあなっちゃうことも多いんだよね。でだからなるべくこの価値のある、ねえー、今までしっかり取ってこなかった視点っていうのを取ってもらうことが大切でコーチもそのためにいろいろ考えちゃうんだけど基本はね一つでいいんだよ。の本当にその自分の人生生きてるとか自己実現してるとか夢を叶えてるとか自分らしく生きてるっていうその未来のね えー、場面をやっぱり一個具体的に描いてでそこの自分だったらどう判断するのかとかそこから考えてみて今の状況を評価するし直すで何がやれるのかっていうことを考えるっていうのはねあのもう基本で王道ででこれだけやりゃいいみたいな話ではあるんだよねだからこのケースもねなんかその 半年後1年後後とかじゃなくてねやっぱり5年10年かけて本当に叶えたいものとかやれたらいいことって何なんだっていうところにねコーチが行ってでそれを具体的にねイメージしてもらったことからやっぱりこの変化が起こり始めたんだよねで10年後ねやっぱその人がちょっと今まだ、えー、やりたくはあるけどね本当にできるのかどうかちょっと自分も半信半疑だったりねそこに向かって今ちゃんと進めてるのかどうか分かんないみたいなこう夢があってでもその夢をね本当に 叶ええててててるるととかねね実現してる状態っていうのを色々と考えてみたんだよ、ね、でどこでそれやっててどうなっててそこにいる自分はどんな自分で,で周りにどんな人がいてそこで何が起こってるかで他でやってることと何が違うのかねでそういうこといろいろ考えてみた時に「でああそうか本当に自分が大切にしたいことはこれなんだやりたいことはこれなんだね一緒にやりたい人こういう人たちなんだ」 で、そこからもう一回ね、この自分が今受けようとしてるトレーニング見直してみると、その意味付けもわかるわけだし、それから今回出てきたチャンスの話っていうのを見てみると、あこれはこういう意味ではいいけど、まあ、こういう点では別に大したことないよなとか、こんなこと何回ね、ねこれからもいくらでもあるよなとか、あのこの手のことだったらこういうふうにもアクセスできるよなとかね、あでもこのタイミングでこういうことやるのはこういう意味があるなとかね、まあ、いろんなことがわかるわけなんだよね。しかも、この10年間という時間の中で見るから、 ね、あのなんか今どうするみたいなことからね少しあの余裕を持ってみたりとかでその中でもやっぱりこれ絶対やった方がいいみたいなねですごく面白かったんだけどねあのえー、別にやんなくたっていいんだけどっていう話そのチャンスの話はね取り組まなくたっていいんだけどでも実は10年間かけて夢をかけていく中ではねなんかこういうその 今回湧いてきた話みたいなね、あのー、に乗っかってみてちょっとそこでいろいろ経験積んだりとか楽しい思いしたりとかあなんかそういうことも大切なんじゃないそうじゃないともうなんかこの一つの夢にただストイックに10年間ね生きていくみたいなのは案外しんどいよみたいな気づきもあったりしてこういうのもまあ面白いよね。でまあそういうのの中で本人は「あそうかじゃあ今あの別に無理してやるもんじゃないけどやれたらやっぱりやれたでいいんだな」って「じゃあなんかこんな形でやれたらいい」とかねこういう。 ねあのちょっとここまで無理したくないけどこういう範囲でやれたらいいってどうなんだろうみたいなのも考えた時にああそうかこういう形でやれたらいいんだなってでもしかしたら交渉が効くかもしれないから相手方に交渉してみようかなみたいな話になったっていうことなんですね。こういうのは極めてよくあるパターンねでなんかやっぱり自分が本当にね何が大切でで何は避けたくてみたいなことがねあの明確になってであのまあ で広い視点から見てね、まあ、別に他にチャンスもあるけど、まあや、こういう形でやれるんだったらやりたいなみたいなね、この余裕がある状況の中であの、じゃあどうやったらね、相手とうまく、えー、ウィンウィンのね、あの関係になれるんだろうと思って、交渉の仕方考えるとうまくいくとかっていうことはね、まあ、すごくよくあることなの。 でまたね面白い方向に進むんじゃないかななんていうふうに思って見てましたと、えー、いうことですけれども是非ね、あのー、視点を変えるでクライアントがねで本当になんか自分が未来幸せに生きるためにねあの価値のある、えー、決断ができたりね、あのー、今どんなふうに、えー、現状の中で泳ぐのがねあのいいのかっていうことをね、えー、いい状態で判断できるといいなとでそれをサポートするのはやっぱりね未来の 視点を取ってみるということなのであのぜひぜひ、ね、コーチである我々はそれにトライしてみましょうということでした参考までそれではまた